はいどうも黒みつばです。ということで本日はマーリン獣神化ということで38回使ってみましょう。まだ1回も使ってないですね。まあ身がね、フレンドも俺も有益がついてないんですけど、まあ今回はやっぱり友情がやばいと思います。まだ1回も使ってないんで、まあ、使ってる動画も見てないですし、もちろん、まあ、どんな感じか、まあね、見ていければなと思います。さあとりあえず38回で使った理由としてはやっぱり強いと思うんですよね。友情がやっぱ強いやつはここは強いから、はいはい。で、まあ、早速一体ピヨジですね。普段の攻略していくならここはやばくね。やばくね。え、友情最強キャラまであるんじゃないこれ。大丈夫、運営さん大丈夫、やったんじゃないこれ。やばくね。わりかしマジで強くないっすかこれ。大丈夫か。うわグランプリで使いてえな。多分登録されんけど、これいたら楽だろうな。まあいったとしても、まあでも使わんかな、ギリ。うん、まあ悩みどころだね。でもやばいよこいつ、かなり。あのやっぱね、ステータスが低い低いでね、なんか公式動画の方では低評価が多かったみたいだけど、いくらねステータスが低いからってやっぱ友情強いキャラって絶対使うからね。例えばさ、例えばなんだろうな、誰がいるだろう、例えばそうロキとか獣神化でステータスそんなに高くないけど、あいつやっぱ使うじゃんむちゃくちゃ。てか本当に欲しい人からしたら一番欲しいキャラって言っても過言じゃないじゃん。まあ、1体はいないと本当に不安になるっていうか、やっぱそういうキャラになるかもしんないね、これ。かなりね、やってますよ、これ。かなりやってますよ。俺が今使ってる感じではもう、友情は過去最高レベルなんじゃないかなって、砲撃、遊撃がついてないんで、これで。考えるとやっぱエグいな。下手だな。クソ下手だったな、今の。1個踏みたくなかったんだけどな。で、まあ友情広くしていく感じにしましょうか。今回はマーリンの使ってみたらからね、マーリンの良さをね。てかやばい、本当に友情の削りがえぐいよねこれ。これまあ属性効果アップのクエストとはいえさ、やっぱりここまで削ってくれると心強いっていうか、見えないしね画面が。あとなんかスクランブルレーザーじゃないかな、あれスクランブルレーザーか、反射レーザーか、反射クロスレーザーが出た時と同じ衝撃がある。画面が見えねえっつって、反射レーザーと、ああ踏んじゃった、反射レーザーとあれの組み合わせで、メテオの組み合わせで。なんかさ、ここってさ結構地利品になるイメージがあったんだよ、中ボスまで行くまでに。なのにそれが起こんないってかなりね、やってますねこれ。やってますね。火力不足にならないって相当メリットだからね、まあ、特にこういう高難易度のクエストでさ、やっぱ火力足んねえなーって時にこいつ入れたら結構足りるようになるってかなりでかいよね。まああと SS もねかなり強いんですよ。弱点露出って今までターン数が多かったからあんまり好まれなかったっていうのがあるんですけど、やっぱりその弱点強化 SS もあるし、あと弱点特攻 SS もあるから、そう考えるとやっぱね、うん、かなりいいと思います。よし OK。 でただでも HP やっぱ低いな。よし、あーうまく変えなかった、まあ、前はねほんと遊撃何回もついてたんだけど捨てちゃったの結構後悔してるんだよね俺。今毒我慢つけてるんだけど、毒我慢つける用のキャラって本当にどうでもいいキャラにつけるっていうかさ、まあ、龍馬とか、シャンバルで使うやつは別としてさ、こういうところで使うやつは結構適当なやつつけてるからってなるとね、やっぱマーリンが敵になったんだよね。24回で使うキャラとして敵になったから、
それでつけちゃったんだけど、今すごい後悔してるね。これ絶対遊撃つけるべきだね。やば、強っ。強いしか言ってなくてごめんね。でもね、それしか言葉が出ないぐらい強い。よし、 OK。 え、だってここさ普通火力足んなくなるじゃん。なんないもん。これやりましたな、本当に。38回ぬるゲーだぞこれ。あとどこ行けるんだ。まあでも行く場所はないのか。そんなにやっぱアビリティがそんな優秀じゃないから行く場所は少ないけど、早くなる場所はむちゃくちゃありそうだね。あと白亜狙いで使えるってのもでかいと思う。回復あるの結構でかいんだよね、白亜戦で。どこかな、寄りたくないよね。あー、ピュッちゃった。いやー、えぐい強い。みんな周りいっぱい持ってるっしょ。これ、1体しか持ってないんだけどさ。持ってる人めちゃくちゃ持ってるでしょ。結構初期キャラで。俺、マーリンってね、実はね、何体目かな ?3 体目かな。このアカウントで手に入れた3体目の星5でさ。昔から結構使ってたんだよね。まあ、マーリン神化した時はね、本気で、あれで使える、つくよみで使えると思ったから、ちょっと萎えたけど、ちょっと萎えたっていうか、モンストしばらくやめたけど。まあでも、今回は本当に納得いく性能っていうか、かなり、これは使うだろうっていう、使わないわけがないっていう性能だね。みんなも結構満足いってんじゃない、これは。マーリンの使い心地とかよかったらコメ欄に書いてください、やっぱ俺はすげえ今満足してるかな、使ってみて。実際にあ、これなら普段使うなっていうキャラだわ。いけ、 OK。こいつのいいところを出したい。いえ、あれ、なんか火力が足んねえな。挟まってねえからか。挟まろうね、1本。あれ、抜けちゃった。あれで、おかしいぞ。どうしよっかな。2発撃つか。どうせ2発撃たん。ストライクショット。あ、えぐいっすね。はい、えぐい。よし、はい、えぐい。で、次がOK。 で、まあここら辺の処理も結構大事だからな。で、行ってもよ。本当は挟まって倒しに行くっていうのがいいのかもしれないけど、俺結構ここ倒すな。やっぱダメージがね、変な時倒すとね、かさばるからね。こういう時に挟まって、で、回復するターンはちゃんと回復したいんだけど、回復したいんだけど、これワンチャンあるかな。うわー、惜しい。結構いい感じだったんだけどね、今感触的には。まあ入ったんだけど、ひよってるからなーって感じだね。直感でいっか。下にひよるよりは直感しておいた方がいいっすね。よし、オッケー。デラすげっすね。いや、もう38回がクソ楽になる、これ。
やっぱ火力がね SS 使わずにかなり出るっていうのはねいいっすね。かなりいいですね。あとピンチになったら SS ガンガン撃てるってとこかな。回数自体は撃てないんだけど、そんなにあの必需な SS かって言ったらラスゲで絶対何本も撃てる SS かって言われたらそうじゃないからさ、なると結構ねバンバン撃っちゃっていいのかなと思うから、どうしようかな、これ狙うか。あーこれいけなさそう。まあいけるか。それちょっとオッケー。ということで結局最後はロビンが強かったんだけど、マーリンね重心化最終的意見としてはもう強いです。はい、むちゃんこ強い。だから皆さんぜひね遊撃食べさせて、今後モンストで使ってってみてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンなどぜひぜひよろしくお願いします。ということでじゃあね、バイバーイ。